アメリカでは物価の上昇が続く中消費者はできるだけ出費を抑えようとしている模様です2月から4月期の決算は低価格帯の商品を販売する企業2社で業績の伸びが確認されましたいわゆる1ドルショップを展開するダラーツリーは1年前に比べ増収増益で人株利益は市場予想を上回りましたダラーツリーのウィティンスキー CEO は この業態が今の経済状況の下で最も魅力のある分野だと、高インフレに見舞われる中でも成長に自信を見せました。2023年1月期、通期の売上高見通しを情報修正しています。このほか、ディスカウントストアを展開するダラーゼネラルは増収減益で、人株利益は市場予想を上回りました。サプライチェーンの混乱の問題を引きずっているものの、 通期の業績見通しを引き上げています。